にわかせ、うぺいのパッケージにかせんべいは株式会社シノのメめ堂が製造している博多のメーカー。1906年から販売されている菓子。漢字表記がせんべいだが読み方はせんべいが正式でパッケージにローマ字でにわかせんべいと表記された商品もある。小麦粉、砂糖、鶏卵を主原料にした甘いせんべいである。サイズは特大10。 小の三種類あり、また、サイズとは別に、形状も二種類存在し、平らなせんべいは、形卵が多め、丸みを帯びたせんべいは、砂糖が多めに配合されており、味が若干異なる。郷土芸能の博多人中に使用される、花の脇から目の上部までを覆う、長方形のユーモラスな麺をかたどっている。せんべいのおまけとして、にわか麺が同封されている。これら以外にも、 付属している、には仮面とのタイアップとして、日清食品のチキンラーメンのマスコットキャラクターである、ひよこちゃんとコラボしたぬいぐるみなどが2015年7月23日より8月30日まで、JR 博多シティ内の期間限定ショップにて発売された。2016年現在では漫画、ヨッパと、に登場するキャラクター、ダンボウのパッケージ、映画、ワンピースフィルムゴールドのルフィのパッケージ、 劇場版7つの滞在天空の囚われ人に登場するメリオナスのパッケージのにわかせ、んっぺいが販売されている。友達と喧嘩した少年、禅寺を、こら禅寺。また喧嘩してきたっちゃろうと、母親が叱り、禅寺にニかせんべいを持たせ、はよ断りは言うてくんしゃい。ワイオと友達に謝りに行かせる。禅寺は、途中でニかせんべいを食べてしまう。そして、禅寺は、 友達の家に着くと、玄関の扉を開けてにかせんべいの箱を友達に見せ、にはか面をつけて、ごめんと言って謝る。この CM は1974年から使用され、ターマニー、ハーケンカニー、フーケテキー,イーという歌も、相まって人気があり、福岡県内では有名な CM である。九百六十年頃から放映されている、宮田小や年前後から、 放映されている、風月フーズの雪兎、1975年頃から放送されている左絵門のや、博多ブラブラの CM などと共に、九州でも指折りの長寿 CM で、現在も多くの人に親しまれている。前時のモデルは、CM 制作当時の社長だった高木義春であり、義春を恩読みして、前時とした。2006年2月16日付の西日本新聞で、 CM を年内には新作に置き換えると報道され、新 CM では大人になった禅寺が登場するという。しかし、2019年現在でも CM は置き換えられておらず、従来の CM と別途に新しく作られたねカせんべい1枚放送を、博多に我がバージョンの2つが放映されている。これらの CM は、シノノメドウのホームページで閲覧することが可能。 ありがとうございます。